こんにちは。今回デスタイランドプラスムクロノーで最強を超えるっていうね、まあ、久しぶりに最強デッキをまた紹介していこうかなと思います。はい。まあ基本的には墓地を貯めるカードをまあ豊富に採用してまして、まあ序盤まあ攻めれるようであれば、ムクロノーをもう出していくと。で墓地をまあムクロノーを出すことによって4ターン破壊できるから、まあ、墓地が溜まっていく。でデスタイランドがまあネクロマンス20あればまあ資質を持って、もともと資質を持ってるのか、ネクロマンス20やったらプラス10するか、まあ、進化で15点入ると。だからまあ序盤の間にまあ5点削っておけばもうネクロ、デスタイランドで終わりとまあそういうこともできちゃうので、まあちょっとこれでやっていきたいなと思います。で今の環境はあの守護いないです。守護いないからすごいやりやすい。特にまあ今までやったらゴブリンマウントデーモンっていうね、フォロワーがよく出てきたんですけど、あれがいなくなったので、まあ、デスタイラントで、まあ、ワンパン狙、ワンパンっていうか、まあ、顔に15点与えることは、まあ、たやすいと。さあ、一戦目対戦相手は、勝ちました。まあ、エルフではないやろうな。テンポエルフかな。OK な。はい。1コス、まあ、低コストも結構豊富に採用されてるので、まあ、手札事故がまずないのと、まあ、低コストで攻めつつ、まあ、上級フォロワーを出せるっていう、まあ、動きもちゃんとできるから、まあ、悪くないかな。で、デスタイランドはね、基本的に最初に、引くとちょっと邪魔になるかな。結局使わないから、ただ、失踪の、進化すると5やから、まあ、悪くはないかな。失踪の5やったら、まあ、悪くはないかなと思ってます。まあ、エルフよりもこう、1、2、1、2を並べていける。これ、心強いな。で、ウォーターフェアリーで小賢しいじゃあここは闇の銃射出して、やっぱフォロワー取っていくかな。で攻撃と、この圧倒的な盤面でね攻めていく。まあ何をしてくるかわからんからな、しっかりこう盤面固めつつ狙っていくかな。小賢しいな。小賢しいよし、いいぞ。来ましたか、とうとう来ましたか。じゃあ最強コンボを見せます。まずよろめく出してムクロノーをジュワして、相手のフォロワー破壊しつつ4体墓地に送ってさらにドローして、私はアクセラレーターだ。似てるかな。さあ4コスはこれやばいな、ちょっと久しぶりテンション上がってしまった相手のフォロワー破壊してリッチを出す、しかもスカルウィドウを出せる、しかも88のフォロワーそれで諦めないその姿はすごいな。ただこれが突破され、で小賢しいな。でもこれでまあムクロン出してもまあそんな強くないか、どうなんやろうな。まあまあこれでも結構優位に立てたやろ。これ相打ち取って、相打ち取って、まあ取っちゃって、でこいつとこいつを出して、まあスカルビーストの方が良かったかな。まあムクロンの進化で、我が剣は魂の喜びで、デスアイランドは進化すると5点入るから、これ勝ったんちゃうか。ムクロの10点がまず倒せねえだろこれ5コスで死の舞踏しか倒す手段がないけど、それを使ってしまうと僕はバームツが残ってしまうから、ていうか負けだろ、どう考えても8とか無理だろ絶対最強やな。でもしこれが突破されてしまったらデスタイランド行けばいいし、そうそう、で小賢しいないや強いな。まあムクロノが強いんか、やっぱ、まあ、ムクロノが破壊された時用のデスタイランドやから、まあ今のはまあよきよき試合やな。じゃあもう一戦やっていくか。これでいや強いな、やっぱムクロノは。やっぱ頼りになるフォロワーやなと思うわ、つくづく。
あいつを出しただけで本当エルフとかも突破できんから、まあ、死の舞踏を採用してるエルフのテンポエルフとかやったら、まあ、今のテンポエルフっぽいけど、まあ、来てなかったパターンか。まあ、でもどちらにせよ勝てたか。あまあ、次の試合はデスター勝ちました。デスタイラントでなんか決めていきたいな。まあ、ネクロやからな。ただ、ハムラーを入れてるネクロはちょっと厳しいんですよね。これはまあいいかな。やっぱ闇の従者を破壊してからのリッチ出しは禁止やな。まず、あああああちょっと待って、やばいコンボが最初に見えそうなんか大丈夫か。あいつ多分リタイアするな。あーまあ死の、集団埋葬地で溜めつつやしな。あれこれゴブリン取ってくんのかな。取ってきたらまあすごいけど、そこはこれでガードするからまあなんとかなると。で次のターン地獄の解放者出して、リッチが一緒に出てくる。あ？もう少しマシの魂はな。小ざかしいな。ああ、小ざかしい。闇の従者と集団埋葬地か。で次のターンに地獄の解放者出していく感じか。あ、今のちょっと突破できると思わんかったな。ただこれ闇の従者が破壊されてしまうとちょっとコンボが見せられないですね。小ざかしい。あー、なるほどね、取ってくるのね。取ってくるんやったらちょっと厳しいな。ムクロノが出せないですよ。ただ墓地がもう9枚もあるから、まあ、デスタイラントを考えると、あ、小ざかしいな。あれ、あーで、なるほど、悪質なネクロマンサーを残しておくって感じか。なるほどね。はい、ただそこはまあ地獄の愛放者進化でいけるから、まあまだ大丈夫か。じゃあ行っちゃう。あー、行っちゃうか、そろそろ。まあ、地獄の解放者とスカルビースト出して、地獄の解放者を進化して、あ、ミスター、ミスター。スカルビースト進化の方が良かったか。あー、そっか、スカルビースト進化した。あー、ミスター、ミスター。センターリッチ残してたけど、あー、あー、今のミスったな。スカルビースト進化してたリッチ残ってたな。まあいいか。あー、どうせ破壊できんやろ。どうせ無理無理。で、破壊できたとしても、デスタイラントまでもうちょっとやし。小ざかしい、小ざかしいな。あー、まあデスタイラントであっても15点は決まらんな。もうまずいな。綺麗さっぱり全部なくなってしまったわ。さあ肋骨は悪質なネクロマンサーで小ざかしいな。